こんばんは。こんばんは。メガネにかなうプロデューサー上杉一平です。今回メガネにかなう5に初出演させていただきます岡田れなです。どうも。どうも。どうですか、メガネにかなう5は岡田さん。あ、そうですね、 ABC3 チームとも今回ちょっと色が違う、毛色、いや、まあ、いつもですけど、うん、毛色が違う、本当に楽しい豪華な三本の手にプラス山本香織さんによる一人芝居ということで、うん、贅沢な舞台になってるんじゃないかなと思います、うん。絵に描いたような説明文、やめてください、変な汗かいた、変な汗かいた。どうだ、どうなんでしょうね、あのね、稽古絶賛稽古中なんですけど、はい、4は見たの？見ました。お、初だったんですけど、うん、めちゃくちゃ面白くって、うん、ランタイムあれなん1207分とかかな。あ、けど全然はもうずっとパン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 ってあの、うん、滞りなく進んでいくので、うん、メガネにかなう4気に入っていただけたらぜひ、ね、メガネにかなう5も、はい、はい、ね、ちょっと近寄せて、これ12月10日が16日、はい、ね、6日間7日間です。7日間、はい、上映いたしますので、はい、よろしかったら見に来てください。お願いします、はい、ではそのわけで上杉一平と岡田れなでした。ありがとうございました。ありがとうございます。